そシネマフードクラブへ、私このクラブの部長というか会長をやらせていただきます映画ライターの吉弘正道と申します。今日はシネマフードクラブの第一会員お呼びいたしましょう。俳優の磯村勇斗さんです。年明けからずっとあれ見てますもん。ありがとうございます。わさび不正義ですね。そうです、やばいやばい。実はさっきまでね、はいはい、アカデミー賞についての対談させていただいたんです、ね、そうですね、あのエルさんの企画でいろいろと今回のオスカーアカデミーの、はい、まあ、ノミネート作品のお話をさせていただいていたんですけれど、はい、そしてなんか持ってきちゃってるし、そうなんですよ、これ食事持ってきてくれたのかな、なんか関連してる、関連してるらしいんで、ちょっとただ手渡されてるだけというか。あ、そんなお使いみたいな。お使いの状態なんですけども。はい、実はこれですね、はいはい、ウルフギャングパックというお店のですね、はい、スモークサーモンピザになるんですね。ちょっと開けてみましょう。じゃあ行きますね。じゃーん、おー、すごい。めちゃめちゃ美味しそう。やっぱ生で見るとすげえなこれ。これすごいですね。はい、そうなんです。これ実はですね、はいはい、ウルフギャングパックって向こうのスターシェフがいるんですけど、はい、まあ、日本にもちゃんと出展されてますね。、はい、アカデミー賞のアフターパーティー、公式のアフターパーティーっていうのと、うん、あのいろんな人がやってる別のアフターパーティーって山ほどあるんですけど、はい、これは公式で、ケータリングをかれこれ20年ぐらいやってるシェフがいるんです、はいはいはい、で日本に上陸された時にはもうすでにこれ、うん、あの有名だったんですけど、へ、そこのシグネチャーフードとして毎年出されているのがこのスモークサーモンピザ、すごいねなんですよね。美味しそう。さて今回はウルフギャングパックさんのご好意によりましてですね、他にも実際にパーティーで出しているメニューをなんか用意いただいたんですよ。なのでスモークサーモンのピザ、はい、プラスアルファ、何ですかこれ、何見えます、なんかなんかパリパリのごませんべい。そうですね、アイスクリームとかのコーン、そう、うん、もしてますけれども、中はマグロのタルタルドゥエースドゥエース。タルタルなんですかこれ。タルタルなんですよ中で。これも実際にオスカーのアフターパーティーで出されている定番メニューの一つ、はいはい、おしゃれですね。いかがですか。うーん、結構クリームチーズ、うん、美味しい。あー、スモークサーモンいいですね、うん、これお酒にも合いそうですね。合いますね、うん、いやいや、ちょっと、あ、やばい、パリパリしてる。お、あ、やば、あ、やばい、これこれ早めに行かないと やばい感じで、いただきます。あー。私のは崩壊しました。うん、うん、うん、これだ。なにこれ、マグロすっげー入ってるんですけど、うん、これあれね、あの瞬殺しないとダメなメニューだった。ダメですね、うん、もう一度置いたら終わりですね。でもめちゃめちゃうまいこれ、うん、だから結局オスカーで、惜しくも逃した方々、はい、まあ、ただ招待されてきた方々、本気で取って嬉しい方々も同じものを食ってるわけですよ、うん、これはね、賞取っても取らなくても嬉しいですよ。で、この後なんか、はい、曽村さんご用意いただいていることがあるとかないとか聞いてるんですよね。そうなんですよ、実はちょっと一つ用意してるものがあるんです。何ですか。やっぱスイーツに合うものといったら、はい、コーヒー。あ、お、イエス、イエス。下北沢にあるコハゼコーヒーさんとね、ちょっとコラボしてイソブレンドを作っていただきました。コハゼさんでこれが買えるわけではない。コハゼさんにあの言えば、あの作ってくれ、はい、イソブレンドをそこであのブレンドしてくれます。すごくない。ちゃんとメニューとしてちゃんと向こうにレシピが残ってる。残ってます。あ、すごいすごいすごい。ぜひちょっと、まあ、はい、いただきたいなと思って今日はこれを、去年自分のファンイベントの時に、ええ、あの僕のよく行っているお世話になっているコーヒー屋さんとコラボして、はいはい、オリジナルのブレンドを作ったんですよ。なんとイソブレンドって。イソブレンドそのまま。え、なんか海の香りでもするのかしらみたいな。あ、なるほど。あ、なるほど。すごく美味しい。美味しいですか。美味しいという。大丈夫ですか。そのさっき言ってたそのフルーティーって言った理由はよくわかる。わかりますか。わかるわかる。すごくよくわかります。そう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 。まあアメリカンですね、飲み方としては結構。あ、ですね、うん、あんまりこう濃く出すようなものとかね、もともと深入りだからでしょう。そうですね、多分深くしちゃうと結構渋みが出ちゃうかな、うん、あ、でもちょうどいいじゃないですか、うん、これすごく美味しい。お待たせいたしました。はい、
オスカーパーティー名物にはですね、はい、スイーツもあるんですけど、今回それにインスパイアされた、はい、あくまでインスパイアされたスイーツを今回 L で作っています。わかりました。こちらでございます。おー、すごい豪華ですけども、すごいですね。そう、特にこれこれこれあの、はいはい、オスカー像をかたどったこれ今回クッキーなんですけども、うん、はいはい、あの実際のパーティーでは、オスカー像をかたどったあの 3D にかたどったチョコレート、うん、これよりもちょっとちっちゃいぐらいのサイズかな、うん、に、ね、24金の金箔をこうやってかぶせた、あ、本当のオスカー像っぽいやつをチョコレートでドーンって出す、うん、すごい。24金本当の金を使ってるわけですか。まあいわばあの日本の北陸地方でやってるあの金箔です、うんうん、あれをベロンって貼り、ベロンって本当にベロンって貼り付けただけのやつ。すごいですね。そんなアホでしょ。いや、まあ言ったらアホですけどね、まあ、下品、下品下品え、だってぶっちゃけそれ食ったら、はい、口の中中金箔だらけ。そうですよ。で、金箔の味って特にないじゃないですか。ないの。で、これをいただくんですけど、うん、もったいないな。いや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 、せっかく作っていただいた。はいはい。で、先ほどのイソブレンド、はいはい、イソブレンドとともにいただきましょうか、ね、いいですね、はい、甘いものと、はい、お好きなのをどうぞ。じゃあ、まあでもせっかくなんでこちらのオスカー像の、はい、かたどったクッキーになるんですかね、今回は、はい、今回これ見ていただければ分かるんですけれども、かわいい、かわいいんだけど、うん、ちょっとムキムキすぎんだよそうですね、ちょっとマッチョになった。ちょっとマッチョになっちゃったんですね、うん、じゃあいただきましょう。いただきましょうか。ああ、じゃあたい焼き頭から食べる派ですね、はい、ですね。じゃあ私は足から。あごめん、足硬かった足ならでは、ね、足硬いですね。ああ、美味しい。あ、ちゃんと美味しいあ、さすが、うん、さすがエル、フーディーたちが読む L、うん、本気で作ってる、すごいわガチうまいっす、うん、これ食べちゃうな。オスカーパーティーで対応されるものは魚卵です。魚卵、まあでもさっきもイクラ、そう、イクラも食ったでしょ。でキャビア大好きだから、キャビアめちゃくちゃ使ってるんで、うん、キャビアなんてね、アメリカ取れないんですけどね。それをじゃあわざわざ仕入れてるってことですね。ロシアから、ロシアからそんな高いんですけどね、やっぱ食材の中でも本当に高いものなんですけど、うん、キャビア大好きなんで、うん、今回は、予算の都合でチョコレートになりました、ね、はい、これさ、多分手に取った方がいい、ね、そうですね、ありがとうございます、はい、わあ、すごいキャビアだ。キャビアじゃあいただきます。いただきます。あ、うまっ。うん、チョコレートだ、うん、これ結構ビターね、うん、多分これコーヒーだ、うん、うん、あ、合います。うん、あ、甘くなった、うん、なんか、あ、確かに、うん、あ、口の中でカフェモカ自分で、うん、そう、手作りセルフブレンド、セルフブレンドあ、美味しい。はい、今回はアカデミー賞受賞式直前っていうことだったので、はい、オスカーパーティーにまつわるメニューを、はい、ハヤトさんと共に味わわせていただきました、はい、いかがでしたいや、アカデミーのパーティーを少しここで味わうことが、はい、まあ、できたのも良かったですし、うん、なんといってもあのオスカー像を食べたんでね。あ、そうですね、オスカー取れるんじゃないかなって自分も、取りたいなと思いました、24金食っちゃいましょうね、今度食っちゃいたいですね、将来的にはと思いましたけどでもなんか素敵な、こんなにやっぱ美味しいものを皆さん食べてらっしゃるんだなって、うん、ですね、映え物が多かったですね、まあ、基本映えで映えで、映えで、うん、いい言葉本当本当使いやすいね、アカデミー賞ね、もうすぐなんですけれども、はいはい、ノミネート作品の中で一番気に入ってるのって、はい、うわー、まあ本当ね、どれもね素敵な、まあ、作品でしたし、うん、ちょっとねジャンルも違うんですけども、はい、まあやっぱパラサイト、あ、ポンジュノ監督のね、半地下の家族、半地下の家族、まあこのアカデミー賞の結果の方もぜひお楽しみに、はい、そうですね、はい、では次回またどこかでお会いいたしましょう。はい、はい、バイバーイ。バイバーイ。もうこそとばかり食いました。美味しいですもんね。そう、でもみんな手つけないからあ、ごめんなさい、ずっとごまかついてきます。すいません、ジルベールファンごめんなさいごめんなさい、取りました。多分私明日刺されますね刺されない、刺されますね、刺されない、階段気をつけろって評価が出てると思うごめんなさい、ありがとうございます、どん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 